はいどうもみなさん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコインイ、スサリアムリップル、テレコトるな、ソロの MV 原作したね、6名からチャート分析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらな、というところではございますが、本日がですね、4月の19日火曜日、時間がですね、午前11時、ジャスティスということでね、ジャスティスジャスティスということでですね、本日は動画の方撮影しております。今日もですね、皆さんに元気とチャート分析をお届けしてまいります。ということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析役立ちを日々日々配信しておりますので、今日の動画を見て参考になっただな、 面白かったななんて思っていただいた、そう、このあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、あとはベルマーク通常にして、えー、動画の方、えー、の方よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、今日もね、始めていこうかなというふうに思いますが、えー、ちょっとですね、今、告知がございまして、告知ね、ずっと、えー、二日間ぐらいさせていただいておりますが、えー、ただいまですね、僕のおすすめしてる仮想通貨のたるぎちゃなバイビット、皆さんのね、えー、チャート分析見ていただいている動画の、えー、チャート分析、チャーもすべてね、バイビット使っておりますが、そちらのね、バイビットで、えー、新規のね、入金に対する、ボーナスキャンペーンというのをやっております。 動画の概要欄、一番上にね、えー、超おす,すめ、えー、仮想通貨の利用、バイビットって書いてあって、その下に、ね、バイビットの講座解説はこちらと、えー、新金融金、えー、最大3000ドルボーナスをゲットって書いてあるんですが、そのすぐ下、えー、青いね、 えー、青くなっている、えー、URL がありますが、そちらをクリックしてもらうと、えー、バイビットのね、キャンペーン画面に飛びます。で、そちらでですね、もう本当に簡単3ステップ。まずね、バイビットは口座解説自体が簡単。メールアドレスとパスワードを送ったら、もうピョンピョン、ソンプン、ペッペッペ,ッペ,ッペの再イドのンうってね、えー、講座開設することができますので、そちらね、口座開設してもらって、で、このイベント参加に、えー、するボタンを押してもらって、えー、下を入金する。この3ステップ、簡単3ステップ踏んでもらうだけで、えー、最大三千ドルのボーナスもらうことができます。はい。で、しかもですね、取引高に落ちてね、千ドルぐらいのボーナスも ったりするので本当にね、あの、最大最大フルマックスでもらうやったら、4000ドルぐらい、40万円ぐらいただでもらえることになっちゃうので、ぜひですね、この機会に、バイビットの講座解説してみてはいかがでしょうかというところでございます。はい。で、もしね、その、参加してみたいという方は、必ずですね、イベントの概要とかは自分でね、目を通していただいて、自分で目を通した上で、自分で判断をして、講座解説までしていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、僕の動画の概要欄一番上の URL リンク、リンクから講座を開設してみていただくと、この機会です お得に、えー、トレードをスタートする、えー、ことが可能かなというふうに思いますのでぜひねご活用ください。はいということでですね、えー、この辺りで告知終わっておきまして早速今日はもうオープニングとかなしで みんな期待してるけど、オープニング得なしで、早速ですね、ビットコインのチャート分析に入っていきますが、もしですね、その好きな銘柄が決まってて、その好きな銘柄のチャート分析だけ見たいんだという方はですね、動画の概要のこちらもね、チャプターつけておりますので、自分の好きな銘柄のチャート分析までワンクリックスキップすることができますので、こちらのチャプターも活用しながら皆さんのね、好きな、違う違う違う、僕の動画はですね、皆さんの時間に合わせて好きなようにお楽しみいただけたらなというふうにね、動画の方は作成しております。ちら ぜひご活用いただいて、動画の方はお楽しみくださいということでございまして、えー、早速ですね、えー、スタートしていきたいなというふうに思います。えー、昨日ですね、ビットコイン、えー、一旦下に振りましたが、まあ、ショートカバー的な動き、まあ今日ちょっとね、ツイッターの方でね、あのー、大喜利みたいな感じでやってみてけど、ショートカバーっていうこともあるんですが、逆のね、あの、言葉はないみたいなんですよね、調べてみたんですが。うん、で、まあ、ロングカバーとは言わないと、まずそこだけは分かったんですが、えー、まあ、要は単純に言うと、ショートって空売りなんで、 空売りを買い戻すっていう動作をショートカバーって言うんですけど、ロングの場合はまあ、普通にかあの買い売り戻しとは言わないわけですよ。だから、まあショートカバーの逆の言葉はないみたいなんがまあ、通説になってるんかなと思うんですが、ま何、あ、かあ新しい言葉ができたらいいなと思ってね。あのみんなに聞いてみた結果ですね。なかなかこう、おしゃれな言葉。 えとロングエミリーやったっけなうんええ。え、なんか、ヘンミエミリーみたいな名前になったけど、エリミか。エミリーちゃうな。間違えたな。うん、完全にもう今、ヘンミエミリーに引っ張られましたけど、もうヘンミエミリーって言いたかっただけやんってなると思うんだけど、うん。あの、ヘン、ヘンミヘ、ヘンミエリミちゃうわ。もう、今度、ヘンミに引っ張られたけど、ロングエリミね。エリミネーションっていう、こう、何んてうんかな。 えっと、決済する、じゃあ削除するみたいな意味になるのかなそういう意味で、えっ、ー、と、ロングエリミっていう名前ができたりとか、まあいろいろしましたけど、えっ、ー、とロン、ロングを、あの、ロングの人たちの売りがでぐギューって下がるから、ロンギューって言ったりとかね、えー、するみたいなんですけど、えー、っと、こう、なんか、 よし、使っていこうっていうね、えー、ワードが出るまではちょっとこうね、もう突き詰めていきたいなとは思ってますが、はい、あの、もし、あの、こんなんいいんちゃうっていうのがあれば、ぜひコメントに書いていただけたらなと思います。ショートカバーを、の反対語をみんなで作ろうのコーナーですね。はい、おコメント欄にて、えー、開催しますので、えー、私はこうやって言っていきたいっていう言葉をですね、えー、ぜひ、えー、皆さん、えー、コメント欄にお書きください。 <laughs> 結果オープニングトークしていくスタイルててててっててということで、えー、本題に戻ります。はい、ビットコインですね。えー、冷やしから見ていきますが、えー、かなり、ね、大きな反発がありました、えー。冷やしで見ると、まあ、包み足的な、もうローソク足で見たらね、えー、の、えー、形で確定していると、今日の冷やし、えー、昨日の冷やしかな、が、えー、包み足という形で、えー、確定というところなんですけど、うん、難しいのが、こっからじゃあ、がっちり上ですかと言われると、まあ、そうでもなく、 <laughs> ただ、こっからじゃあ、あの、もう一段下ですかって言われると、そうでもなく <laughs>。<laughs> じゃあ、どうなんだと。 そこをこれからですよ。あの、ちゃんと読み解いていきますのでえ、少々お待ちください。慌てず慌てず。もうそんなもうガツガツ来られたらもういやいやいや、もうそんなもう、落ち着いて落ち着いてってなるからね、えー、少し落ち着いていただいて。ただ、ええー、まあいいロうソク足といえばロうソク足なんですが、まあただですよ、あの、冷静にチャートだけを見ていただきたいんです。僕いつも言ってると思うんですけど、上しかない相場もないし、下しかない相場もないというところはもうずーっとお伝えしています。 はいなので、えー、ここからで冷静に見ていくと、確かにロうソク足的には、えー、いい感じのロうソク足で固まったなというところなんですけど、えー、上を見てください。ね、レジスタンスラインだらけですね。はい。もう抵抗体だらけなので、そこを上抜けるまでは、まだまだ全然ね、あの安心してる、る、えー、して上を見れる状況ではないと。どっちかっていうと、背が近いのはショートの方になりますから、そこに関してはしっ,あのしっかりと冷静に見ておくべき必要があると。はい。で、僕がいつも言ってますが、まあ、これね、パッと見の感じで見ると、ダブルボトム的な形に見えますよっていう感じですね。 はい、ただ今、直近の高値付近まで上げてこれてるから、ね、あの、上げてこられてきてたとしたら、ね、お前、認められてたと思うかっていうね、あのかまいたちさんの言葉がありますけど、もうこれ、チャート分析に落とし込めるの僕ぐらいだと思いますけどね、はい、えー、こんなもんね、上げてこられてきてたとしたら、お前、認められてたと思うかっていう形で、えー、ダブルトップが出てくる可能性があるという感じですね。はい。で、ネックライン的には、4、えー、3万9000付近がネックラインになってくると思うので、まあ、ここを割ってくるんであれば、結果的に、まあ、3万7000、えー、全然あるでしょうっていうところは、まだ、えー、状況的には変わってないんです。 ねはい、なのでそこはしっかりと見ておいて。 で、えー、次の、えー、パターンっていうのを読み解いていくという感じで僕は考えております。で、こっからもしロングを打てるのであればよ。ロングを打てるのであれば、もう一回、えー、このね、えー、3万9000腹を試して、ね、トリプルボトム的な形を作った上での、えー、ここを底としてロング。これがまあ一つ目のロングですよね。なので、今、えー、すぐロングっていうのはほぼほぼ、えー、不可能という感じで僕は考えてます。で、もう一個もしロングを打てるのであれば、今度はこの 25EMA。 冷やしレベルの25円を上抜けから、ねえー、今度この25円をサポートに回せるかどうかっていうところを確認して、ここでロングですね。この2点を、えー、待つという感じのロングの、えー、パターンかなというふうに思います。今ロング打つとなんでじゃあダメなのっていうところなんですが、じゃああなたはどこを背にしてロングを打ってるんですかっていう形で、えー、質問を問い返したい。 ね、そこであ、じゃあ私はここを背にしてロングしてるんですっていうのが根拠があるんであれば全然 OK。ただ根拠のないこんだけ上げたからじゃあロングだよねっていうんであればそれはちょっとあのトレードとしては再現性がないから、ね、やめた方がいいんだよという感じで、えー、考えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。でじゃあ今 現状、ポジションどっちで取りやすいですかって言われると、この直近の高値に対してのね、えー、ショートの方が背が近いので、どっちかっていうとリスクリワード的に考えても、えー、ショートを狙っていく方が合理的なんじゃなかろうかっていうふうに考えていってもらえると、えー、なかなかね、素敵なポジション取りっていうのが、えー、常にねあの、頭の中に思い描けるようになってきますので、まずは根拠を探す。で、その根拠に対してのポジションっていう形で、えー、考えていってもらえると、特にね、初心者の方は、えー、ポジション取りするときに、あのー、今どっちのポジションを取るべきなのかっていうのをレース 平成に判断できるかなというふうに思いますのでそこは是非ですね、えー、参考にしていただけるといいんじゃないかなと思いますはいでまあ一応東ではそんな感じ直近の高値付近まあ25円までもうちょっとね上値余地があるんでもう少し上は上げれそうなんですけどね上げれそうやけどまあ今からどっちに入れるかっていうと背が近いのはショートなんだよっていう感じで考えといてもらえるといいんじゃないかなというところですねほい では、いつも通りの4時間足ちょっと見ていきますけど、まあ、大きなね、ショートカバー的な動きがありましたよと。はい。まあ、ショートカバーって何なんていうところなんですが、まあ、ショートっていうのが、え、空売りと言われるんですが、それを、え、決済すると、買い戻すっていう、まあ、要は買いやすになるわけなんですよね。その動きのことをショートカバーって言うんですけど、まあ、こういった、え、急な反転、 落ちてきたところのカナダの急な反転もこれをこの動き自体のこともショートカバーって呼んでたりするのでまあちょっと意味が二重になるんでねそこはちょっと難しいところなんですがまあショートカバー的な動きショートを決済したことで、えー、開発に変わってで今度はショートのね縦値とかでねここ多分縦値になってると思うんですよ。 えー、突っ込んだショ,ショートの人たちがね、この、えー、39,500とか終わってきて、ショートを入れてたと思うんですよね。で、この縦値で、えー、ロスカット入れた人が、このショートの利格で、えー、縦値に引っかかってしまって、今度はショートの損切りも含まって、含まって、<laughs> 日本わってる含まって、えー、含まってですよ、えー、今度は開発に、えー、またさらに、えー、開発の燃料が、えー、合わさっての上と。 いう感じになったんじゃないかなない、はい、かとはので、まあ、燃料が尽きたんであれば、下に落ちてくるっていうのも、ど、えー、道理かなというところもあるので、まあ、この辺りはちょっとここからは警戒区域に入ってくるというところですね。はい、で、なおかつ、えー、4時間足で、チャート、まあ、基本的にそういうのって全部ね、えーあの、チャートに織り込まれてるって言われてるんですけど、通説としてね、言われてるんですが、まあ、ちょうどですね、えー、雲の。 加減でもも抑ええられたような形にも見えるしね、えー、この辺りで、えー、落とされると結果的には戻される、えー、前年戻しされるみたいなことも全然起こり得るかなと思いますので、えー、ここに関してはちょっと注意が必要かなという局面にはなってきてますよというところは押さえておいていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はいで、えーまあ上,にえー、上を見れるポイントはさっきの引き出しで説明したと思うんですけど4時間足で見るのであればやっぱりね4万2千ぐらいかな。 うん、4万2000ちょいぐらい。この辺りはやっぱ上抜けてこれないと、うん、あの、自信持って上っていうのはちょっと言いづらいかなというふうに思いますので、まあ、ロングを打ちたい方は、えー、上抜けのパターンで行くのであれば、四、えー、4時間足の 200EM の上抜けとか、この辺りまで待っといてもらえると、えー、上っていうのはある程度、えー、強めに見れるかなと思うので、この辺りまで待ってもらうと。はい。で、さっきのね、冷やしでも説明してたけど、直近の安値ぐらいまで落としてくるっていうパターンがないと、えー、 下げた場合のパターンでいくとロングは拾えないので、えー、基本的には下げるのを待つとロングの方はね。はい、で、えー、大体じゃあどこで拾ってい,たい,けた、えー、いけばいいのっていうところなんですが3万9000これはあくまで僕の視点やで視点やけど3万9400、えー、くらいから三万、えー、直近のね最安値ヒゲのカタンでいくんであれば3万8400くらいになるんかな、うん、ちょっとバッファー広めやけどまあ引きつけるのであれば3万8000、えー、直近の安値までですね3万8400くらいまで引きつけて。 で、ロングで入っていくと。もしくは、ちょっとね、分散してロングを入っていけるようなテクニカルなポジション取れる方であれば、3万9千2、3百ぐらいからかな。このあたりから、ちょっと買い下がっていくみたいなパターンもいいと思うし。で、3万8千0百割れたら、損切りをするという感じで、買い下がりパターンもあるやろうし。まあ、これは人それぞれね、トレード手法があると思いますので、皆さんのマイルールに従って、 トレードしていただくののががいいいいいんんじじゃないかななかというとうこころではございますがこんな感じの、えー、シナリオが立てれるんじゃなないいいかなというととうころでですねねロンングのパターンでいくと、ねはい、ただショートでいくのであれば,あればさっき言ったみたいにもう直近のね、えー、高値付近まで上げてきてますからこの辺りからショートを打っていって直近の安値ぐらいまでのショートは持っていくとでここも割れてくるんであればさっき言ったみたいに、ね、3万7000っていうのは僕の中ではほぼほぼいくような、えー、シナリオに入ってきますから、うんえー、この辺りから3万7000までのショートっていうねちょっと、えー、中期的な、えー、ショートっていうのは1つありなのかなっていう局面にもなってきて ますしはいたださっき言ったみたいに、えー、4万2,000というところですね、えー、4時間足の 200EMA とかを上抜いてくる形であればもう損切りせざるを得なくなってくるのでそこに関してはしっかりと潔く損切りっていうのは、えー、かます方がいいかなという風に思いますので、えー、この辺りも是非ですね皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい まあ直近に言うなら4万1500ぐらいを上抜けてから若干チャンスかなというふうには見えてくるのでそこから先の動きっていうのはしっかりと注目しておかれるとロングを拾っていくパターンっていうのは、えー、どんどん、ね、随時生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、この辺りは、えー、注目しておいていただけるといいかなというふうには思いますそう4万1500、えー、上抜いてくると多分ね4時間足の雲の上抜けっていうところが絡んでくるので で、加工雲の中に入,る入れるとね、えー、結構上抜けやすいっていう特性もあったりするから、まあその辺も鑑みると、この辺りのロングっていうのも一つね、チャンスは拾えてくるんかなというふうに思いますね。はい。なのでこの辺りのロングの拾い方も、えー、参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ほい。まあそんなところですかね。ビットのコインちゃんでいくと、まあちょい落とされそうな雰囲気が出てきてるよね。まあ若干こう丸まってきてね。 ソートップというか、の形で、しかも1時間足の 200EMA というところに今、ちょうどね、突き刺さっているような形になってるので、このまま一旦落としてくるっていう可能性は全然あるのかなっていうところ。まあ1時間足レベルでえロング入りたいなら 25EMA をサポートに回せるかどうかっていうところをチェックしたりとかっていう形になってくるかなと思いますが、まあ大まかな流れはね、冷やし、4時間足のチャート分析を見ていっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。では続きまして、イザリアム。 イーサのリアムちゃんがね、まあ結構しっかりと戻しましたね。まあこれに関してはビットコインと同じくして戻し,戻してるんですが、イーサリアムのね、下げ止まったポイントがね、ビューティフォー。ね、ビューティフォーですね。やっぱりイーサが今綺麗に反応するんでね、イーサ見ておくっていうのは一つありかなと思うんですよね。ビットコインだけじゃなくて、えー、ビットコインだけじゃなくして、えー、ビットコインとイーサリアム両方見ておくと、あの、反発ポイントっていうのはつかみやすいかなっていうふうには思います。 はい、で今回ね、えー、どこでじゃあきれいに反発したのというとこなんですがここですよね。 まあ、若干ね、僕の引いてたポイントとは、横軸がずれてしまったので、えー、僕2900ぐらいって言ってたんですが、まあ、若干下げての28780ぐらいかな。ただね、僕28780っていう言葉も発した覚えがあるんですよね。なので、まあ、昨日の動画見てください。あの、言ってるかもしれない。はい、このあたりがチャンスだよっていう話はしてたので、このトレンドラインね。この黄色のトレンドラインに触れる部分はチャンスだよっていうのは、もう常に言ってたので、僕と同じトレンドライン引いてた人は、イーサリアムの拾うポイントっていうのはバッチリやったかもしれないなというふうには思います。はい。 ただ、えー、さっきも言った通おり、えー、ビットコインと同じくして、えー、一時的な反発の可能性は十分にあるので、えー、ロングは短期的という感じのことも常に言い続けてますから、そこに関しては、理学検討ポイントっていうのは、しっかりとね、えー、しておいていただけるといいかなというふうに思います。ただ、今回に関しては、この黄色のトレンドラインが、えー、ぴったりと当てはまっての、えー、反発という感じですね。 で、今上、上昇をかまして、こっからどう動いていくのかっていうところを今から見ていくと。はい。で、こっからは、えー、まあ、ビットコインとほぼほぼ同じなんですが、えー、冷やしレベルで見ていくと、イーサリアムは25 m 目にね、かなり近接するような形まで上げてこれましたので、こっから一旦押される可能性っていうのは12分にあるし、えー、そっからですね、えー、今ね、実体で固めてるのがね、結構ね、もう意識されてるポイントとしてあるんですが、2980かな ?2980 ぐらいが、もう実体で、もうきっちり効いてるんですよね。 ここもそうやし、えー、この辺りもそうですよね。で、ここ実体もきっちり切り揃えて今回という感じなので、この2980っていうのを実体で割ってくるようであれば、冷やしレベルのね、えー、一旦やっぱ下がってくるんかなっていうふうにも見えます。 はい、なのでここはまあ注目しておいて、えー、もらう、えー、冷やしレベルの、えー、価格帯ですね、えー、2980ここはちょっと意識して見ておいてくださいここ冷やしが実態で割ってくるようなら一時的にしたかなっていうふうに見えると僕は考えているので、えー、そこはね押さえておいていただけるといいかなと思いますはいうんこれに関してもやっぱり25 m に押され,押されてしたっていうのは十分まだ見れるポイントなのであのここに関しては、えー、ちょっと注意が必要なポイントかな で、冷やしレベルで逆に言うと25 e m a よりも上でね実態を固めてくるようなことがあれば、えー、これに関しては、えー、一時的に上はね十,十分、えー、見れるかなという、えー、パターンに、えー、持ち込めると思うのでここに関してもしっかりと注目はしておかれるといいんじゃないかなというのが、えー、冷やしレベルの25 e m a ですねはいでそのままちょっと4時間足見ていきますがよいしょ うーん。一応ね、このね、完全に4時間死レベルで意識されていたであろう、この白のトレンドラインを、の中に、また回帰できてるので、この裏タッチングロペスの戻り売りをされてるんであれば、えー、再度ね、この安値圏えー、注目してロングっていう感じだったんですけど、ここはちょっとチャンスなんかなっていうふうには見えてますよね。イーサリアムの動きだけ見るとね。はい。で、しかも、えー、今、直近の高値までしっかりと戻せたので、ここからは、この形ですよね。 おつんつんんチャートはちょっと注目してもいいのかなと思います。なので、えー、2800、えー、900ぐらいまでかな。このあたりまで、えーえー、と引きつけてロングっていうのも一つありなんですが、もう一段手前に。 えー、ぐらいかなこのあたりのサポートっていうのは、えー、イーサレムに関しては、えー、注目してもいいんかなと思います。はい。左のおたまたま、おさおさんの右のおたまたまを作ってくるような形になるんであれば、この、えー、2980というところが右玉想定、えー、右肩想定になって、えー、上っていうパターンはあり得るのかなと思います。その場合のネックラインは、えー、3000、 3080ぐらいかな ?8090 ぐらい。えー、ちょうど 200EMA と思っといてもらってもいいかもしれない。200EMA とネックラインというところが合わさってくると思うので、ここを上抜いてくるんであれば、えー、ここはちょうどね、ほら見てもらったらわかるように、えー、200EMA と、えー、水平ライン、直近の高値の水平ラインが、えー、デュークサライエみたいになってるよね。デュークサライエチャートになってるから、ここに関してはやっぱりデュークサライエを上抜いてくるんであれば、えー、デュークサライエブレイクと。 だから、こうなってくると、リゼウォークっていう形になってくるから、リゼウォークで上っていう感じで考えておいてもいいかなと思うので、ここに関しては、ちょっとね、注目はしておいてください。逆三存パターンね、は、チャンスはあるかなというところは考えておいていただけると、ロングの拾うポイントっていうのが、イーサレムに関しては、2980から2千八百二9 0 0という感じで考えておいてもらえると、わかりやすくね、拾いやすいかなというふうに思いますね。ここはね注目はしておいてください。はい。ただまあ、左のね、型を作らずに、 えー、今すでにもう4時間死レベルだと 25EMA の上抜けっていうところがあるから、そこをサポートにして上がってくるかもしれへんから、そこに関しては軽く 25EMA のチェック。チェケラーして、25EMA チェケラーからのデュークサライエ。ちょちょちょ間違えた。えっ、ー、と、右肩想定で、えー、拾っていって、で、デュークサライエの 200EMA と、えー200えー、水平線ですね。200EMA 水平線のデュークサライエを、えー、チェックして、上抜けたらリーゼウォークっていう感じで考えていまリーゼ、リーゼ。 で考えていてもらったらいいかなというふうに思いますので、ここはね、えー、ちょっと発作が強めに出ましたが、えー、注目しておいていただけるといいかなというふうに思います。はい。そのところかな。ちょっと待ってや。シャツが上がった上にリゼボークしたから。はい。なところでございます。よいしょ。ではそのまま、えー、リップルいきます。リップル、ビットコインはね、えっ、ー、と、冷やしで包んでるんですよ。で、イーサリアムは、 包めてはないかなっていう感じ。ギリギリ、直近の安値は、あの、直近の高値は実体では超えれてないんですよね。で、えっ、ー、と、リップル、これほんまよくあんねんけど、リップルだけ、あのー、ちょい足らん感じはするのよね。冷やしで見るとね。これが冷やしなんですけど、リップルの冷やしなんですけど、リえっ、ー、と、ビットコインでいくと、このあたりにまで実体固めれてるんですよね。この辺まで実体がいけてるんですよね。ただ、リップルは半、半値。 ぐらいいかなっていう感じですよねね実でで考えると、ね、うんでピンバーって見るにしてもちょっとピンバーには足らないって感じなんですよ下ヒゲがそう考えると,、えー、とビットコインとイーサリアムが折れると多分リップルも一緒に折れると思うのであのここに関してはリップル単体で見るよりはビットコインとイーサリアムを、えー、主体に見とく方が僕はいいかなというふうに思います はいリップルほんまにね上げ半人前で下げは一人前に下げてくることの方が基本的には多いので最近あの本当にねあの堅調に上がってきたりとかしてあれ優等生になったんかしらみたいな。 ね、感じには見えるんやけど、基本的なリップルでいくと、あの、上げはだいたい半分ぐらいで、リップルビあの、ビットコインインスタレムが折れた時は一緒ぐらい落ちるっていうのが基本的な流れやったので、そこはちょっと警戒はしといてください。はい。で、しかもちょうどね、冷やしレベルの 25EMA っていうところにもう近接してるので、ここで抑えられるのであれば、えー、ちょっとね、 ダブルトップ的な形。ちょっと右肩下がりであるもののダブルトップの形から落とされるという可能性はあるかなというふうに思います。はい。そうなった場合は0.75を割れたら、だいたいまあ、えー、一時的に0.6ぐらい、えー、0.69、えー、約0.7ですね。このあたりまで落としてくるのかなというふうに思いますので、ここがちょっと警戒です。はい。で、0.7まで来たら直近の安値付近になるので、まあダブルボトムにちょっと期待しながら、えー、ショートは一旦利格をかまして、えー、ここの値動きを見ていくと。 で0.7でサポートするような動きがあるのであればダブルボトムを期待してロングで入っていくって持ち替えをしていただいてロングを目指すとロングを持って上を目指していくとはいでその場合はネックラインがダブルボトムのネックラインが作られるので0.8ぐらいがネックラインなのかなそうなってくると この形からの上を、えー、ブレイクアップしてきたら、えー、上で、えー、0.85上に、えー、抜けるんであれば、えー、僕の見ている冷やしレベルのディセンディングトライアングルを否定する形になるので、えー、がっつり上げで1ドル乗せてこれんじゃねえのぐらいの感じで僕の中ではリプルは見ているので、まあ、そのあたりまで、えー、シナリオ、えー、含んでね考えておいてもらえると柔軟にね値、えー、動きに対応していただけるんじゃないかなというふうに思いますのでこのあたりはぜひ、ね、参考にしておいてくださいはい リ,リップルの、えー、最終防衛イイはもうこれ伝えてると思うので0.55ですね。0.55終わったら、えー、ディセトラ、えー、下抜けです、えー。そうなったら、えー、リップル0、えー、円までさ、リップルプライスすっすてね。もうこれちょっと前に喋ったけどあの、マクドナルドのね、注文表にスマイルの下にリップルって書かれるかもしれん,、うん。スマイル0円、リップル0円みたいな感じになるかもしれんから、あのー。このディセトラはできたら否定してほしいっていうのが僕の希望ですが、まぁ、あ、0.55終わってくると、もうかなりデカめのディセトラ。 を、えー、成立させてしまうのでそこに関してはちょっとねリップルは、えー、かなり危険なポイントっていうのは覚えておいてくださいはい。よいしょちょっと見せとこうかいや、まあ、これ何回も見せてるんでねもう皆さんの頭には入ってるかなと思うんですけどこのディセトラですね このディセンディングトライアングルを下抜けという形になるので、まあかなり厳しいんかなという感じで考えてます。はい。えので、ちょっとね、ここは、えー、要注目やし、えー、かなり危険なポイントかなというふうに、えー、考えておいていただけるといいかなと思います。はい。では、エリプルも、えー、4時間足ちょっと見ていきますが。よいしょ。 うーん形がね、ちょっと悪いんで難しいんですけど、四字監視のね、200EMA がもう完全にビタビタで効いてるので、四字監視の 200EMA 上抜けからかな、ロングをもし打てるのですれば打てるとすればね、はい。の、えー、後のサポートですね。ここをチェックして、えー、入っていくのが基地かなというところですね。ロングでいくとね。はい。で、しかもレジサポ転換してるのが0.7ぐらいかな、0.76ぐらい。 9とかなんで約0、うん、7 7 7 7 7 7 7 7リップル上昇うんちょっとあのイン踏まれへんかったわ <laughs> ジョイマン出てきたけどジョイマン今降りてきてんけどイン踏むまでは降りてきてくれへんかったはい、えー、なのでまあこの辺りの0 7 7ぐらいは、えー、ジョイマン ロングですね。ジョイマンロングはちょっと、えー、意識はしといてもいいのかなというところですね。サポートは見ていいと思います。はい。200EMA から、えー、0.77、えー、あたり、ジョイマンあたりまで、えー、買い下がっていただいて0.7割れから、結局ね、このサポートラインを割ってくる形になるので、もう一段下に下げられる可能性は出てくるので、えー、0.77割れは、えー、ちょっと危険やけど、もし、 えー、0.77を上抜け、もう言いにくいね、0.77。ジョイマンを上抜けてくるんやったら、えー、ジョイマンをサポートに、えー、次は上を目指していくという感じも一つありかなと思いますので、ここはね、しっかりと注目はしといてください。はい。 そっか、そんなところかな。まあ、なので逆に言うと今ちょうど抵抗体に似てるので、どっちかっていうとショートの方が打ちやすいんやね。だからロングは抜けた後を狙うっていうことね。なのでそこはしっかりと頭の脳内で変,変換をしておいてください。なのでここで落とされるのであれば、直近の安値を注目する形、もしくは続落する形でシナリオを変換していかないといけないし。はい。なのでこのあたりは柔軟にね、対応しながらのトレードになるのかなというところでございます。ほい。よいしょ。では最後。え三、ー、目柄。 えー、ルーナー、ソラナー、MV ですね。ちょっとしていこうかなと。チャート分析していこうかなという前にちょっとコーヒー飲ませてください。よいしょ。 はい。で、えっ、ー、と、ルナに関しては、もうこれツイッターでもちょっと自慢したけど、これはもう絶対昨日の動画見てマジで。あの、もう間違いなく僕76から75って言ってたから、もうビタビタで、えー、反発しましたね。はい。ただ今現状、えー、理学検討ポイントにたえー、差し当たってきてます。えー、今、冷やし見てもらってるんですが、冷やしの25位 A にぴったりですね、えー、当たってきてるので、部分的に理確してもいいかもしれへんし、まあ、別に全部理確してもいいぐらいのポイントやけど、 ただ、ここ抜けてくるんであれば、えー一応えー、96、えー、ぐらいまでは上げれそう。ただ、ここまで上げれたとしても、まあ、ちょっとね、形は崩れてるものの、まあ、若干こう三尊的な動きに見えるんですよね。そうなってくると、再びもし、えー、76っていうところを割ってくるようであれば、三尊確定っていう形で、えー、60付近までは僕見てますので、 えー、結構な下落を、えー、許容しないといけなくなってくる。そしたらまあ今は理覚しておいても全然いいんじゃないかなというところに差し当たってるんかなというところでございますのでこのあたりはぜひ、ね、参考にはしてみてください。はい。 でもし、えー、さっきも言ったけど、25円目を上抜ける動きがあるのであれば、えー、100ドルぐらいまでの上昇、96、97ぐらいから100ドルぐらいまでの上昇は、えー、見て取れるかなと思いますが、そこからの急落っていうことを考えると、まあ、ストップを上げておく、もしくは部分的に理覚して原、原子をしっかりと抜いておいた上で、ねえー、上を目指すみたいなシナリオ、えー、とトレードの仕方の方が、まあ、安全にはなるのかなというところでございますよと、と、はい、いう感じですね。 はいただ、うーん、上が絶対ないっていうわけじゃないから、いやいや、こっから上やでっていうのも全然理解できるしね。はい。なので、そのあたりは、まあ、皆さんのね、シナリオもある程度出来上がってきてるかなと思いますので、皆さんの、えー、シナリオをね、えー、信じて、えー、トレードしていただけるのが一番ベスト。えー、do my best なんですけど、えー、ここに関しては、えー、今ちょうどね、25EMA っていうところで抵抗されて落とされるっていうところは、えー、理解は、えー、理解じゃないな。 えー、しっかりと冷静にね、えー、判断はしておいた方がいいのかなというところではございませんという感じですね。ちょっと四時間足も見ときます。四時間しで見たらね、見て、えー、っと、冷やしやと 25EMA ってところがビタで効いてたと思うんだけど、これね、冷やし、じゃあ時間しで見ると 200EMA がビタなんですよね。 うーんってことはやっぱり抵抗体としては、冷やし見てる人も抵抗体やし、4時間足見てる人も抵抗体。やったら一旦抑えられてもおかしくねえんじゃねえのっていうところのえ判断になるかなと思いますので、まあ、ここに関しては参考にしていただいていいんじゃないかなというところですね。ただ、えー、4時間足レベルでは、さっきのね、えっ、ー、と、何かの銘柄で言ったと思うんだけど、えー、加工もの中にズボッと入ってきてますので、上抜けやすいっていう特性は確かにあるというところも考えみると、まあ、ここの値、ね、動きをチェックしてからの理覚でもいいかなと思うんですけど、 まあ、このあたりちょっと人それぞれの考え方があると思うので、えー、自分のね、トレードに準じていただけたらと思います。はい。ただ、200EMA と、4時間足の 200EMA、足の 25EMA、ここの抵抗体に差し当たってきてるんだっていうところは見ておいていただいてもいいんじゃないかなというところですね。はい。で、えー、もしね、ロングで、えー、拾いたいポイントを探すのであれば、例えばやけど4時間足の 25EMA の、えー、この帰りの上ですね。 帰りの埋めをしてきたところのこのサポートを確認してからのロング。これは一つありやと思うし。その場合は、え、ロングで拾ったとしても、直近のね、高値圏 200EMA というところになると思うので、このダブルトップは警戒はしておいてくださいね。なので、このあたりは理学検討ポイントになると思うしね。はい。で、ただ、25EMA を下抜ける。 動きをするのであれば、えー、ここで売られる可能性っていうのが結構僕の中では高いと思ってるので、えー、そのまま、えー、直近の安値まで、76まで再度、えー、深掘りをしてくる、えーまあ、シンプソン的な動き。 もう十分にあり、あり得ると思うので、ここに関してはしっかりと、えー、注目はしておく必要があるのかなというところでございます。で、76割ってくれたら僕は60ドルまで見てるので、基本的にはショートの立ち回りになってくるというところなので、ここに関しては、えー、価格帯76が、えー、分岐点という感じですね。76をサポートにするやったらまだ上はあり得るし、76割ってくれたら60まで下を見ていくという感じを僕の中ではル,、えー、ルナは、えー、トレードとして、ね、考えておりますので、このあたりはぜひ、ね、参考にしてみてください。はい。そのところかな。 よいしょでは続きましてが空ナちゃん空ナも冷やし見ていきますよいしょよっ空、えー、ナの冷やしで見ていくと僕 はねやっぱりここかなと思います。100ドル割れ、99.5とかなんですけど、まあ、90ドル割れたらって考えといてもらっていいかなじゃあ,じゃあ99ドル割れたらと思って9 90, 90ドルって幅広すぎたね。99ドル割れ。で、僕はロング撤退っていう感じかな。うん、逆に言うと、今からロングはちょっと打ちづらいんですけど、105ドル、106ドル、ここを上抜けからのロングは僕はありやと思います。ここが抵抗体やと僕は見てるので、 105ドル、106ドル。なので、ここを上抜けれるんやったら、ここのサポートを確認してロングは一つあり。ただ、えー、どっちかというと、105ドル、106ドルまで到達した時の、それを背にショートの方が優位性はあるかなというところですね。今、現状のネイジでいうとね。はい。なので、この2パターンで考えといてはいいかな。ここから上がってくるんやったら、105ドル、106ドル。この付近を背にショート。やし、上抜けるんやったら、そのショートを損切りにかましてもらって、次のサポートを確認して、105ドル、106ドルを背にロング。 はい。で、このままもし落ちてくるんやったら、99ドル割れで、えー、ショートやし、99ドルまで落ちてきてくれたら、えー、逆に、えー、ロングの検討ポイントという感じで考えてますので、えー、ソラナに関してはこのあたりを参考にしていただいて、えー、トレードしていただけるといいんじゃないかなというところですね。だソラナは明確かな 99ドル割れでショート。99ドルのサポートを見てロング。で、上にもし登ってくるのやったら106ドルを背にショート。で、そこを抜けてくるのやったら106ドル、105ドルを背にショロング、えー。っていう感じで考えておいてもらえると、まあ、明確にトレードしやすいんじゃないかなというふうに思いますので、ね、このあたりのね、えー価格、価格帯っていうのは参考にしていただけるといいかなと思います。はい。では最後は MV。MV バキ伸びをね。まあ、これに関してはもう言ってたので、まあ、そこはもう特に問題ないかなと思うんですけど、 えー、直近のね、高値である1.1を上抜いた後、やっぱりね、ぐいっと伸びて、上髭の、えー、上ゲ残しましたが、えー、結果的にその上髭を今回収しに行っている動きという感じですね。なんかね、ビットコインのバブルの時の動き似てるような気もするから、今かなり強く伸びてそうやなというふうに思うんですけど、まあ、そうなってくると直近の、うーん、綺麗ななんか操作ボトムにも見えるんよね。 こうなってくると1.6まで見ちゃうよねっていう感じなんですけど、しかも冷やしレベルで見たら次のレジスタンスラインでもう1.67ぐらいまでないんですよ。要は最高値ですよね。えー、バイビットの上場後最高値の1.65、67ぐらい。このあたりまで見れ、あのー、ないのでレジスタンスが。なので今現状はもうある意味真空地帯みたいな感じですよね。0.、えー、ごめんなさい、1.67、1.、えー、約7ぐらいまでは真空地帯になるので、まあこのあたりまでは見れるのかなと思います。 はい、でじゃあどこでロング入るのっていうところなんですけど追っかけてロングも一つありやと思うしここまで強いとねもし落ちてきてくれるんやったら、えー、直近の安値ですよね、えー、直近の高値の、えー、裏タッチングロペスですよねだから1.9から1.8ぐらいかな 1. えごめんなさい1.09から1.08ぐらい、えー、この辺りまで落ちてきてくれるんやったら拾っていきたいなっていう感じでもある。 ので、いいいはい、1.09から1.8を割ってくるんやったら、一旦ね、ぐいっと落ちてくる可能性があるので、そこに関しては、えー、素直にロングは一旦撤退と、えー。その次が拾える想定でいくのであれば、であれば1ドルかな。うん、1.0から、0. 9.8、0.98ぐらいまでかな。この辺りが次の拾い想定になるかなと思いますので、えー、この辺りまで引きつけてもらってロングっていう感じかな。はい、ただね、今4時間足ですら、 直近倒したものをがっつり、えー、包んだロウソク足が出てきてるので、このまま1.07付近まで上げて、1.07じゃない、1.7ぐらいまで上げてきてもおかしくないようなぐらいの強さには見えますよというところですね。はい。なので、えー、ま押し目をつけてくれるんやったら拾ったらいいし、ね、このまま伸びていくんやったら、つばづけてロングを、えー、持っててもいいかもなぐらいの感じの見え方にはなってきてますよというところが MV ですね。はい。 うん、ここまで来るとね押しそう押しそうって言いながら結果的に1.7までズドンって上げてくるっていう形もありえるかなと思うのでまあここに関してはうん強さを見つつですかね、うんえー、っとつ,ばつけてロングを入りつつ、えー、下がってきたら、えー、ロングを追加していく追っていってで結果的に えー、さっき言ったね、1.08を終わったら、えー、一旦撤退をして、再度拾い直すポイントを探していくっていう感じで、えー、見といていいんじゃないかなというふうに僕は MV は見ておりますので、まあこのあたりはぜひね、参考にはしてみてください。はい。いや、強すぎて何も言うことねえわっていう感じなんだけどね。まあ一応1.7まで見てます、僕はね。今僕は現物も持ってるので。 どこでちょっと理覚するか、まだちょっと分かれへんけど、まあ、1.7メドに、えー、ちょこっと理覚するか、ね、現物理覚するか、もしくはそのまま持ち越すかっていうところ、もしかするとね、あのー、カップウィズハンドルみたいな形になって、もう一段上みたいな、オールタイムハイみたいなこともあり得ると思うので、まあ、そこに関してはちょっと期待しつつ見守っていきたいなというところではございますよ、というところでございました。はい。 ということでね、今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。えー、っと、まあ冒頭にも言いましたが、バイビットね、ただいま、えー、新規入金応援祭りっていうのをやってますので、えー、まだね、バイビットの講座持ってない方、えー、もしくはもう一個ね、講座作ろうかなと思ってた方、もうこの機会にね、えー、講座を作って入金してもらえると、ボーナスをもらってね、お得な状況で、えー、トレードをスタートできるかなと思いますので、ぜひですね、えー、この機会に、えー、活用していただいて、えー した、していただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。で、動画の概要欄ですね、一番上にバイビットの講座解説用、そのキャンペーンリンクですね、をつけておりますので、そちらのキャンペーンの、えー、URL リンクから、えー、飛んでいただけると、えー、講座解説、えー、そのキャンペーンに登録、えー、参加登録で、えー、入金みたいなね、3ステップ、えー、簡単にでき,できるようになっておりますので、そちらのね、えー、キャンペーン、えー、ページはチェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。 あとはですね、ごめんなさい。僕冒頭に言うの忘れたね。明日お休みです。明日動画お休みなので、ご理解ご了承のお願いします。次の動画は木曜日。明後日ての21日ですね。が、次の動画となりますので、次の動画まで少しね、お待ちいただけて、お待ちいただけたらなというふうに思いますので、それでは、あさって。まだや。エンディング沼にはまった今。はい。ということで、明後日 21日の動画でお会いいたしましょうまたあさっての動画でお会いいたしましょうバイバイ本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございましたチャンネル登録はこちらおすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ